かな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン1第24節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。キックオフです。両チーム相手の出方を伺っているようです。誰に合わせるのか。さあ、ここからどう攻める。主審笛を吹いた。イエロー覚悟のプレーでしょうか。壁を作ります。さあ、ここからどう攻める。キーパーファンブ、入った。ゴール、ブリリアントゴール。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。彼は本当に視野が広いですね。これはファールです。タッチに逃げます。放り込んできた。果敢にスライディング、スローイン。これは気をつけないと。これはピンチ。ここで折り返す。センタリング。タッチに逃げます。スローインです。中へ上げた。シュート。
オフサイドはない。スローインです。さあどちらがボールを支配するのか。さあここからどう攻める。折り返す。キーパー反応した。これは読まれていたかもしれませんね。コーナーキックです。狙いすぎたようです。さあチャンス到来。キックミスでしょう。さあこのまま攻め上がれるか。確実に点を重ねます。さあもう一度見てみましょう。必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。中へ放り込む。おっと、前半終了の笛です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は2対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。後半戦開始の笛です。ニアポスト。おっと、足がかかった。後半5分経過しました。狙ってきた。キャッチされた。おっと、足がかかった。ここは集中しなくてはなりません。よくしのいだ。
おっと、足がかかった。これはゴールキック。ヘッドでパスを送る。主審笛を吹いた。後半25分経過。選手交代が行われるのでしょうか。最後のところで崩せない。ドリブル、シュート。繋がればチャンス。さあどちらのボールになるのか。抜かれた。左にスイッチ。よく見てますよ。シュート、ゴール。マーベラス、シューバー、ビューティフォーゴール。素晴らしいゴールです。得点は3対0。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。コーナーキックを得ました。ここはいいディフェンス。体を入れてきます。ファーできた。ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。完勝です。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。まあ大差はつきましたが、試合内容は悪くなかったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。